おはようございます。今日はこちらのボクシーの話題でご紹介します。私この車を今回お借りしまして長距離移動をしてまいりました。実際に使ったシチュエーションでこの車のインプレッションを今日はしていきたいと思います。まず一発目は、この車車中泊で使ってみましたので、私の車中泊で使った所感についてご紹介をしていきたいと思います。まずその前にこの車の簡単な概要紹介ということでいたします。こちらの車はガソリン車2リッターの SZ になります。私納車する車はこちらの白の SZ のハイブリッドになるので、少し違うモデルにはなるんですけれども、ガソリン車も試すことができたので、非常に良かったなと思っております。でこちら車中泊してみての私の所感、気になるポイントっていうことをまずご紹介していこうと思うんですけれども、まずこちらガソリン車だったということがまずありました。私もその辺すごく気にしていたんですけれども、でこの車私中央道を今中央道を昨日走ってきたんですけれども、その限りでいきますと最高燃費がリッター 16.6 でした。でそこから車中泊して、一晩中エンジンをかけてたわけじゃないんですが、4時ぐらいからエンジンをかけ始めて、今消えてしまいましたが 13.5 まで落ちております。なので今外気温的には16度、今こちら愛知なんですけれども、今16度になってますけれども、もう11月の半ばぐらいになるという状況ではあるんですが、結構もうそれでももう寒くてエンジンをかけておかないとやはり少し風邪ひくなという感じでした。でガソリンの場合はもうエンジンをかけたままずっとこうアイドリングしていかなきゃならないということで、ちょっと燃費がすごく気にされる方にとってはちょっと車中泊には少し向かない部分というのがあるんじゃないかなと思います。でもう一つこちらも私も今までずっと声を大にしてお伝えしていたんですけれども、シートヒーターです。でこのシートヒーターがあると非常に車中泊には有効的だということをお伝えしております。それは何かと言いますとこちらになります。この温熱シートがついていることによってエアコンをかけた状態にしなくても車中泊ができるというところになります。ガソリン車の場合ですと、あまり関係ないかもしれないんですけれども、ハイブリッド車の場合ですとエアコンを例えば入れないでこのシートヒーターのみだけ入れておけばエンジンのアイドリングしている時間というのがすごく短くなるということがあります。なおかつエンジンが始動して止まるということを繰り返すわけなんですけれども、その始動サイクルが減らせるので車中泊時の燃費性能を上げられるというメリットがあるわけです。でこの温熱シートがすごく便利だということなんですけれども、さらに言いますと私このような形で車中泊している時っていうのがこういった形にしています。すごくよくできておりまして、私身長175あるんですけれども、こうすると、一見この辺が少し凹凸があって見にくいんじゃないのっていう話もあるんですけれども、私の場合ここ凹凸がないわけなんですけど、ここからここまでのスペースを使って、今回寝ることができたので、175の私であっても十分もうこのスペースさえあればしっかりと横になって寝れると、いうことですごく寝心地は良かったです。正直なんか寝心地が悪くて寝れないとか、そういうことは全然なかったので、すごくいいなと思いました。ただこちら後席にもやはりシートヒーターがついていると、非常に良かったのかなと思います。そうするともう完璧にエアコンかけないで寝れますし、ガソリンの場合は関係ないんですけれども、私の場合はハイブリッド車なので、ハイブリッド車の場合だったらもう寒い冬場の時期であっても温熱シート前と後ろをかけておけば、あとはここで寝てしまえばいいわけなので非常に暖かい状態で寝れますし、エアコンも状況によってはかけずにいられるので待機時の車中泊時の燃費性能というのも大幅に下げられると、いうことで
まあ、まず一発目、車中泊してみて、私この車を使ってみたんですけれども、まあ、今回はガソリン車ということで、まあ、ご紹介をいたしました。で、引き続きこちらの車、関東に帰るんですけれども、まあ、中央道、もしくは東名を走って帰っていこうと思っているんですが、このガソリン車、まあ、今回このユニットが2リッターのダイナミックホースエンジン積んでるんですけれども、長距離移動に向いてるのかどうかっていうところがすごく気になるところだと思います。これは試乗しているコースではわからないところかと思います。中央道は特にアップダウンが激しいので、まあ、エンジンのその出力というのがすごく試されるところかと思いますので、まあ、そちらを話題にお伝えするのと、まあ、最後に燃費性能16.6 という内訳についてをご紹介していきたいと思います。引き続きまして、高速道路での長距離インプレッションをしていきたいと思います。今回は中央道と新東名走ってきております。で、今帰りで今新東名なんですけれども、まあ、長距離区間、まあ、約300キロちょいぐらいの東京大阪間、東京名古屋区間での、まあ、こちらのボクシーのガソリン車今回なるんですけれども、まあ、インプレッションしていきたいと思います。なかなか一般道とか試乗する状況では感じ取れない部分においてのインプレッションをしていこうと思います。で、まず私自身の感じたところとしましては、まあ、燃費です。燃費が、高速道路ガソリン車なのでもう少し燃費が伸びるかなと思ったんですけれど、行きは中央道、アップダウンの激しいワインディング路みたいな形の、まあ、中央道なので、車のエンジンの出力、トルク、その辺が結構要求されてくる道になる、なります。で、燃費が結構悪化するんではないかなっていうふうに私自身思ったんですけれども、走り終えてみるとリッター 16.6 キロということで、まあ、そこそこ検討している方なのかなという気がしました。で、こちら2リッターのエンジンで車重も1700キロちょっとぐらいある車、乾燥重量である車なわけなので、まあ、そういった意味からおいてもリッター 16.6 キロというのは、まあ、相当燃費性能としても高い、まあ、コンパクトカーの車でいうと、まあ、フィットですと今の現行型のフィットでも、街乗りですとだいたいリッター17とか18キロ走りますので、まあ、もちろんその走行モードは違うわけなんですけれども、まあ、コンパクトカーにこう引けを取らない、まあ、高速道路においては、まあ、燃費性能というものを兼ね備えているというのがガソリン車の燃費性能になってくるかなと思います。で、今は今回は中央道になりますので、120キロでの、まあ、高速区間になります。で、アップダウンが激しい区間よりもむしろこういった少しこう速度が伸びるところですね、こういったところになってきますと、やっぱりどうしてもギアの、まあ、レシオの影響等もあって、まあ、一般道の方にね、重きを置いて設定されていると思いますので、どちらかというとこうストップアンドゴーをこうできるだけまあ軽くしてあげようと、まあ、車が重くなってしまうとどうしても乗りにくさっていうのは出てきてしまうと思いますので、まあ、レシオという意味において、まあ、CVT なのでその辺は調整でうまくやってあるんだとは思うんですけれども、まあ、高速道路、今こちら120キロ道路なので、120キロでちょうど2450回転ぐらい、2500回転いくかいかないかぐらいなんですけれども、まあこのまあ、状況において、まあ、走らせていくと、まあ、大体 14.5 キロぐらいで今リセット間の平均燃費になりますので 14.5 キロということで、まあ、このぐらいの、まあ、燃費性能になるかなと思います。まあ、早速こう落としていった中央道になってくると、もう少し燃費性能としてはリッター2キロぐらいこう上がっていくという方向になってくるので、まあ、やっぱりあのギアのレシオという意味においては、あまりこうスピードハイスピード重視というよりは、むしろ低中速トルクを補うという意味において、そちらの、一般道、それから郊外においてのストップアンドゴーに重きを置いたレシオ設定になっているんだろうなというのが、まあ、見て取れるかなと思いますので、まあ、あまりこういった車、あまりこうスピードを出して飛ばしちゃったりすると、やはりガソリン車といえども、やっぱり燃費性能としては少しこう悪化していく方向にあるのかなという気が、まあ、実際にこう一般道、こういった高速道路を乗ってみて感じたところになります。で、燃費の話はしたんですけど、今度は、まあ、こういった高速道路になってきますと、上り下り勾配
が結構大きくあって、中央道なんかですと、あの談合坂かなり勾配があって、しかもかなりの長時間登っていく道があるんですけれども、まあそういったところですと、まあ結構ね、あのこの車やはり2リッターで、まあ出力が確か170馬力くらいの車だったと思うんですけれども、うん、やっぱり車重を考えるとね、結構エンジン自体の出力がちょっと足りないなっていうところはやっぱり正直感じるところではありますし、まあこれレギュラー指定なので、どうしてもトルクが足りない、低速時のトルクがね、どうしてもこう足りない部分っていうのがやっぱ出てきてしまう。これでまた排翼が使えるんであれば、低速のトルクをねもうちょっと上げるということもできる部分もあるし、ターボチャージャーをつけて高速はあまりこう伸ばさないで低速トルクをまあ重点的に補ってあげれば、もっと車としての動力性能っていうのは上がってくるとは思うんですけれど、まあ、いかんせんやっぱりレギュラー指定っていうところが非常に重要なポイントにはなってくるので、まあ、そういった意味ではもうこの2リッターの NA でっていうことでって絞られてくると思うんです。そうするとやっぱりどうしても下のトルクっていう意味において少しこう足りなさがあって、やっぱりエンジンを少しこう回していかないとどうしてもパワーがついてこないっていうところっていうのが、まあ、出てくるかなっていうのが、まあ、正直印象としてはあります。まあ、その辺のところですね。で、ハイブリッドに関しては、まだ私、車が来てないので、まあ、ハイブリッドが来たら、まあ、同じ道を、また、仕事も控えてるっていうこともあるので、走ってインプレッションできる機会が得られたらなとは思うんですけれども、まあ、ガソリンに関しては、まあ、そういった意味で、ガソリンに関しては、こういった高速道路、東京名古屋区間を走るというシチュエーションにおいては、うん、まあ、燃費性能としても、まあ、エンジン自体の、動力性能に関しても、うん、まあすごいいいねっていうレベルではないんですけれども、まあ、もうちょっとこう物足りなさ、もう少し何か、納得できるような、そういった性能があると、性能もう少し納得できるような、出力に関してもそうですし、燃費性能に関してもそうなんですけども、もう少しこう納得できるような何かが欲しいかなっていう気が、まあ、正直するところではあります。ただ車自体はやっぱりものすごく静かでして、まあ、こういった今加速入りましたけど、こういった時にエンジンが回る、回転が上がるわけなんです、まあ、トルクが足りないので回転上げるしかないわけなんですけれども、まあ、こういった時に耳障りになる部分というのも、まあ、かなり少なくはなってますし、先ほど、まあ、車中泊の話もさせていただいたんですけれども、まあ、寒くて、まあ、暖房を入れた時にエンジン自体のアイドリング自体も全く耳に入ってこないので、ものすごく車が静かですし、まあ、そういった NV 対策という意味においては、まあ、かなり満足のできるレベルには仕上がっている車なんではないかなと思いますので、まあ、こうやって走らせていて、やはりすごく久しぶりに乗ったんですけれども、まあ、車の上質感みたいなものはもうバッチリとこの車の操縦性、それから操縦性に車のこういった操縦性、それから乗り心地、それから振動や音、まあ、そういったところにもしっかりと出ているので、これはものすごく楽しい車だなって思った次第になります。で、せっかくですので、まあ、新東名走ってて120キロ道路になっておりますので、まあ、車の高速安定性、その辺を見ていきたいと思います。で、こういったやっぱり加速するときはやっぱりどうしてもなかなか期待できないところはやっぱりどうしてもあります。で、車自体の安定感という意味においては、もう120キロの道路でももう十分安定してて、で、新透明なので路面が非常に、まあ、良いということももちろんあるんですけれども、まあ、車自体もこうやって乗っていて非常に滑らかでしっとりしていて、で、このしっとり感、この滑らかさみたいなものがものすごくこう癖になるような、まあ、そういった感じがありますし、まあ、それによって車の走りの上質さというものがしっかりとこう取れる、まあ、そういった車になってるなということをすごく感じます。で、この車体剛性が非常に上がってる、このフロア自体の剛性がものすごく上がっています。で、それによって、まあ、こういった、まあ、路面、真っ平らな路面ではもちろんないわけなので、で、当然路面の凹凸でこういった継ぎ目であるとか、まあ、そういった時に隙
ステアリングハンドルがこう取られる、車体が挙動が変化して修正打を与えなきゃいけないような、そういった状況があったりするわけなんですけれども、この車はもうそういったことも一切なくて、手をステアリングにこう添えるだけでスーッとこう車がまっすぐ走っていってくれる、まあ、これがもう剛性感の高さゆえの、まあ、証拠になると思うわけなんですけども、まあ、非常に車が安定している。で横にこうトラックが来てもこう全くこうふらつきというのも、まあ、もちろん少し出るんですけれども、でも全くこうステアリングハンドルがまあ取られるような、まあ、そういったことも非常に少ないので、すごく安定して長距離移動ができるというところもものすごくいいところ、この車のいいところですし、まあ、まだ車、特にハイブリッドの車待ってらっしゃる方すごく多いと思うんですけれども、まあ、この車私ももうそろそろ足掛け1年ぐらいになりますが、まあ、引き続き待ってもね十分期待以上の車になってると思いますので、まあ、ぜひ皆様納車された際にはまあ遠出に出かけてみて、まあ、この車の良さというのをまあ体感していただければなと思います。はい、それでは今回はこちらの新型のボクシー、これは2リッターのガソリンになりますけれども、まあ、遠出した私の、まあ、車中泊遠出した時の私の2リッターガソリンエンジンのインプレッションということでご紹介をいたしました。当チャンネルでは最近は車のカー用品ガジェットをまあ中心にお伝えをしております。いち早く新しいガジェットをチェックしたいという方はぜひチャンネル登録をしていただけますと幸いに思います。それでは失礼をいたします。